リーチエンジェルの光らせナイト。リーチェンジェルの光らせないと。リーチェンジェル TV をご覧の皆さん、こんばんは。東海リーチェンジェルのニャルルことナルセマキです。さあ始まりました、リーチェンジェル TV 初のナイト実践番組光らせないと。本日はこちらマリオンガーデン千様にお邪魔しております。先日マリオンガーデン1300クワナ店様にお邪魔して、本日私こちらになるんですが、こちらも桑名店様と同じ社長直轄店舗ということでね、本日とっても期待してきております。成瀬さん、はい、番組初めてです。この番組、この前初めてじゃないですか。1300桑名店様にもお邪魔してやってきました。やったんですね、はい、じゃあもう大体分かってますよ。大体分かってますよね。タイトルもタイトルですしね、うん、今日行きますか、はい、またあれにあれにです。そうですね、あれの中でもいろいろあるわけやね。あ、さっきね、まだ結構今この時間なのにもかかわらず混んでたので、まあわかんないんですけど、金花の状態が良さそうだったので、できたら金花に行きたいなと。キングと、うん、あと何がありましたっけ。ニューキングとラハナ、あとオキドキ、オキドキもあるのか、うん、僕ちらっと見たんですけど、うん、結構あれですよ、モリッとしてましたよ。モリッとしてました。私もモリッとさせて帰りたいです。でね、僕ね好きなんですよ、花がね。知ってますよ。知ってますよ。だってこの番組以外でさ、やったことあるじゃないですか。そうですね。で、後ろから花が好きだっていうのを語られて、そう私は好きじゃないと、あの時言ってたんですけど、私もだんだんね、最近好きになってきましたので。そうですよ、まあ、夜になったら夜の立ち回り方、うん、そのいいだよ、うん、そういうのもあるけど、はい、出そうなやつをなんかグイッて、グイッていきそうなやつも狙ったり、うん、ちょっといろいろ試してやっていきましょうか。はい、はいはい、では次は番組の説明をお願いします。はい、この番組はなんとリーチェンジェル TV 初のナイト実践番組となっております。夜だから見えてくる真実をレポートし、私たちリーチェンジェルが人工実践しつつ、ホールの魅力は余すことなく伝える番組となっております。そしてまたただ紹介するだけではなく、私たちなりに工夫をしてホール様の魅力を PR し、私たちも楽しみながら成長していく番組となっております。すげえカンペ見ますね。そうですか。そこまで見てないはずだったんですけど、まあ行きましょうか。あれ、行きましょう。はい、リーチエンジェルの光らせないと。よし、じゃあ行きますか。はい、行きましょう。超綺麗ですよね。何がいいって、これめっちゃいい、フレグランスいっぱいコーナーみたいな。コーナー、これめっちゃ良くないですか。いや、いいっすよ。僕なんてね、うん、やっぱシュッシュしといた方がいい。もう見た目からしてなんかもうはいマジっすか。すごい可動いいですね。そうですね。これオキドキで、こっち花両方とも、止まっちゃってるんで座ってないって感じなんですけど、あと全部埋まっちゃってますね。ちょっと見ていきましょうか。いいの空いてる。ほら、この辺なんか結構出てるじゃないですか。やばい、みんなでもうさ、出てる隣、出てるで、めっちゃ出てるじゃん。ここはないよね。いや、でも並んでるやんか。やばくない、これとか果てしなくやばくない。めっちゃ出てる。いや、オキドキも出てるね。オキドキもすごい。ビッグが40回ぐらいの台が結構あるんだね。ここも40。光らせないと。ニューキングハナハナ、あきらめがそこまでないので、空いてる中で唯一、まあ、いや、でも、うん、よくないですかね、これ。5000ゲーム回して、うん、ビッグ250分の1、うん、まだ360分の1、6やん。分回しましたよね、あの時も分回したって言ってますよ。やったじゃないですか。
ゲームですよまだね。でもねこれ心配なのが昨日見た調子がいい台だからそれがちょっと心配なんだけど、いやこれねこれはねあると思うな。あやっぱりこれレギュラーだった、今つるんでしちゃったんだよね。あでもレギュラーが多い台はいい台だから、でも東海エリアでよかったなって思う最近。こんな花がやっとね楽しくなってきたから。そうやで、あのもう後ろの橋の方やばいね、やばいっすよ。1個50回ぐらい引いてるもんもはや。楽しいな、あんなんだったら楽しいな。いいな、私もああいうのやりたいな。僕はね基本的には右の台の方が好きですね。映ります、やっぱピック結構引けてる台の方がいいような気はする。映りましょうか。映ります、どうします、映ります。ただねもう一個気になるのもあるんですよ。隣の隣の隣の隣、また連チャンして、こっからどうなの？なんて、ほら当たった。隣が。あれをやっとくべきだったか。最初に打ってたやつ、あれはでもいいね。270、360。やっぱ、いや名言作る、大移動はしない方がいい。この台は座って10回転くらいでしょ。約3ゲームね今。いいぜこれ。たださレギュラー今日少ないからさ、ついにここで私がレギュラーだったりしたら、いや大丈夫や、ビッグや。本当に、あー可能性ある、リプレイだったらやだな。
って7、1区ずっとピックだからね、7連戦。そうですよ、こういう台がいいんですよ。こういう癖がついてる台は勝てるんですよ。もういや本人やる気って感じだもんね。そう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 、ここの見極めのやつですよね。今多分今までの中で一番上まで行ってるじゃないですか、グラフが。そうですよね。こっからまだ上がるのか下がるのか、そこなんですよ。であと残り20分ぐらいでしょ。そう、上がったとしてもちょっと下がって上がるような時間がないと。うん、それ大の難しいよね。ちょっと見てみます、他の台。ちょっと見てこようか。見てみましょう。これ分けて、まあ、これはもうめちゃくちゃなんで、もう隣のプラスにはプラスなんだよね。そうやね。あれってさっき私やってた台じゃなくて、あれ違った、あれは違うかな、隣か。ちょっと一台ずつ見ていてください。こっちの方で、これあれいい台を詰める子じゃない、これもいいやんか。これいいよね。隣もいいし、これもいい。でまあこれをちょっと、でもこれもプラスなんだよ ね。でこれもいいやろ。ただこれね、見る限り全部あるんじゃない。ただだってピンポイントでこれだけ悪いとかってあんまないんじゃないですか、こういう状況だと。あ、一個ね、やべえやつあった、これ。このさ、やばいやつやってみる？やばいやつか、もしかしたらドーン、そう。だってこれ以外やばいやつがないもん、逆に。だから私今日思ったんだけど、下はないんじゃないかと思って。そうです、俺もそう思うんですよ。なんか悪くなっちゃってるやつが、あれ本当は上なんだけど、そうこっからプルーってくるんじゃないかって。そうそう、隣のドラゴン花火だから、隣すごいね、隣すごい。あれ待って、やばくない、ドラゴン花火全部出てることな。全部出てる。これドラゴン行った方がいいのかな。ただドラゴン開いてないですよ。開いてないね。ていうか全部出てるね、ドラゴン。これやばい。何よそれ。ってことはだよ、やっぱ今日は下は使ってないから、これこっからこっからですよ、こっから。そう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 、絶対今日下ない気がするもん、この感じ。このちょっと当たり方はでも確かにほんまに異常やな。ドラ花とかおかしいもん、やっぱり出方が。そうですよね、全部プラス、全部プラスだし、ニューキングもマイナスのほとんどないから。そう、唯一のこのマイナス代プラスにして帰ります。まあ、すごいオカルトや叩かれるかもしれないですけど、うん、まあ、ヒカラスナイトっていう番組実践時間短いじゃないですか、うん、87分で、うん、しかも閉店間際、うん、ってなったらいろいろこう手法を変えて、うん、打った方がいいと思うんですよ。単純に設定ありそうやなっていうのを狙ってるだけじゃなくて、まあそうだよね、こういうなんかへこんでる台を打ってみても楽しい、楽しいっていうか、まあ、そうだよね、普段逆にこういうのやんないもんね、わざわざさ、そうそう、マイナスの台に行くとか行かへんやん、絶対。これ絶対もうないやんって。これの絶対ないから空いてるんだもんね。うん、逆にそれをって。で、まあそうだよね、でこれで引かなかったら思った通りでしたみたいな結果取れるし、引けたら引けたで、ね、ちょっと感動だし。そうですよ、やっぱね、まだ花を売ってる人とかってやっぱどっかでそういうオカルト的なのを信じてるというか、引っかかってると思うよね、多分。好きだもんね。好き。確実に強いやつはやっぱこういうタイミングでこそ引いてきますからね。いやーダメだ、持ってないですからね、基本。持ってないよね、でも。基本持ってないですからね。だってあの、おお、ピンチ目だ。ピンチ目やね。持ってないからねとか言ってたら持ってました。レギュラーやすげー、今すげー滑ってきたもん。まあまだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。レギュラーっすよ、ほら。
そうそう、もうそろそろ終了ですか。もうそろそろ待ってくださいよ。あ、そうっすね、時間過ぎちゃいましたね。過ぎちゃいました、過ぎちゃいましたね。じゃあこの12回転の部屋あったあった。持ってますね、持ってますね、持ってますね、持ってましたね、ギリギリ。分かんないよこれまた。ほらやー、ほらー、持ってました。光らせないと。いやーすごいね、この時間にお記録がこんなに光ってるってリーダー。いや、ドラゴンもおかしいくらいみんな並んで出てる。ちょっとゆっくり見たいってくださいよ、これすごいな、いいな。これとかもいいし、これとかも楽しいね。いいな、ドラゴンはこれ多分全体プラスちゃいますか。全体プラスですね、ドラゴンプラスでしょ、プラスでしょ、プラスだもんね。あそこマイナスだけど、でもプラスプラスプラスです。やっぱでも3台並んでプラスとかだもんね。これもあったかもしれない。あの過去台のやばいな。右もうちょっと頑張ったら万倍ぐらいいけそうだね。いけそうだね。これじゃ音あのね、音が結構ねのんびり打たれてるんですよね。だからさっき席いなかったりとか。そうね。これ分もあったらいけるから、でもドンキに打ってるからいけるのかもよ、ほら。ビーチエンジェルの光らせないと。はい、実践終了しました。寒いっすね。もうね、もう夜だね。あれなのかな、私がさ普段さこんな花で勝つことがない、私が3連勝とかしちゃってるもんで、ね、こうなんか今嵐みたいな。投資7本なんで350枚で、交換が581枚で、今日も勝ってしまいまして、光らせないと3連勝なんですよ。花はでも、うん、良かったですね、お店の状況も。お店の状況も良かったです。最後打った台も結局あれを打ったものの、やばい風はあれを打ったものの勝ってるので。そうよね、なんか比較的私最近ずっとほら苦手だ苦手だ言ってたじゃないですか、うんうんうん、比較的花は勝ちやすいんじゃないかって勝手にこうプラスコで思ってきてます。だから夜からでも全然楽しい、この本当に閉店間際に来てもかなり楽しむことができる機種なんじゃないかと最近気づきました。朝からがっつり打てば、あのお父さんみたいにあれ、ね、出せるし、朝からがっつりやって、ああなるんだったら朝からがっつりやってみたいなとちょっと思いましたよ今日。そうそうね。いやもうマリオさん、うん、どうでした、マリオンガーデンさん。楽しかったです。ね、お父さんを、後ろのお父さんを見ることができたのもあれも楽しいですし、そうです、ね、結構余裕かましてたんだけ出してたわけじゃないですか、はいはいはい、ジュース買いに行ったりお手洗いに行ったり結構フラフラ楽しんでて、あれなんで。そうそうね、これ設備もめっちゃいいじゃないですか、うん、あ、よかったですね。なんか可愛いお庭もあったりとか、そう、やし、なんか状況もいいし、うん、ちょっと良かったね。良かったです。また来たいお店さんですね。まあ呼ばれるかどうかわかんないですけどね。呼んでほしいです。でもこれうまくいくと1000枚とかはいけますね。いけますね。ね、光らせないと。光らせないと次は1000枚目指して頑張りたいと思います。また次あったらぜひぜひ、はい、はい、じゃあまた次楽しみにしていてください。バイバイ。本日6月12日の収録ホール、お客様第一主義、そしてより快適な空間をモットーに、愛知、岐阜、三重、そして東京にて店舗展開をしているマリオングループのマリオンガーデン千様にご協力をいただきました。南知多有料道路半田インターチェンジを出て東へ10分、地域最大級のマリオンガーデン千、今打ちたい機種を取り揃えて皆様のお越しをお待ちいたしております。また社長直轄機関店舗ということで大注目、皆さんぜひお越しください。